1983年の世界耐久選手権は FIA スポーツカー世界選手権の31年目のシーズン。FIA のグループ C、C ジュニア、B 車両が参加した。1983年4月10日にイタリアのモンツァで開幕し、12月10日に南アフリカのキャラミで閉幕するまで全7戦で争われた。ドライバーズタイトルはジャッキー X。イクス マニファクチャラーズタイトルはポルシェグループ C ジュニアカップはジアニーニアアルバグランドツーリングカップはポルシェが獲得した1983年のヨーロッパ耐久選手権は世界耐久選手権と結合して開催されヨーロッパでの5戦が両タイトルのかかったレースとなったヨーロッパ耐久選手権のドライバーズタイトルはボブ・オレクが獲得した ポルシェが956でマニファクチャーラーズタイトルを獲得した。ランチアはランキング2位となった。アストン・マーティン・ニムロットは NRAA-C2 バイトでランキング3位となった。1位から10位まで20から15から12から10から8から6から4から3から2から1のポイントが与えられる。グループ C ジュニアクラス及びグループ BGT 車両が ポイント獲得圏内に入賞した場合、規定のポイントに加えて、ボーナスポイント2が与えられる。すべてのレースが、ポイント合計の対象となった。1位から10位まで20から15から12から10から、8から6から4から3から2から1のポイントが与えられる。トップ周回数の85%を超えなければ、完走扱いとならない。チーム選手権は、全7戦のみが対象。 ポイントがカウントされるのはそのうちのベスト5000のみ。ABCDEFGHIJKLMN オークエンティンスプリンググローイングインスタッチャーオートスポートエンデュランスレーシングレビューありがとうございます。